せーの、ただろきチャンネル。おどろき、ただろき、あろき、正規アイドル、ただろきちゃんです。お願いします。今回、私は、目尻切開と垂れ目形成の整形をしたんですけれども、その整形によって、とても大切なものを失ってしまいました。まつげです。まあ、しょうがないですね。見えるかな？ここ目尻のところ全くないの。この傷のあたりとかゼロでしょ？で、私、ダウンタイム中全くこのあたりをメイクしてなくて、なんかメイクのやり方も忘れてるような気がして、まつげもない、化粧もできない、まずいと。今日は私の化粧本能を呼び起こすために、化粧品をね、いろいろ買ってきましたので、紹介していきます。愛も変わらずドン・キホーテ。こんな感じのね、下まつげをこう生やすっていうか、ごまかす道具も買ってきました。ただちょっと先にこれ食べていいですか？チーズハットクっていうのかな。いただきます。チーズがレインボー、やば、これマジでうまい。ごちそうさまでした。お待たせいたしました。それでは購入品を紹介していきたいと思います。まずはさっきもお見せした下まつげ、ドリーウィンクの21番、こんな感じのめっちゃナチュラルなやつにしました。カットしてここのないところにつけようかなって思って。次、アイライナー、ヒロインメイクスムースリキッドアイライナースーパーキープ。今日目尻だけアイライン引いてるんですよ。ちょっともう消えてるか。で、引いてみたはいいんですけど、まだね、腫れてるんでね、描くときめっちゃ痒いんですよ。だからあんまり何回も撫でるペンシルタイプじゃなくって、こう一回描いてスッてついてくれるアイライナーが欲しいなって思って、もうスッて描けるから。しかも全然こすっても落ちない。すごくない？で、あとは、これめっちゃ可愛い。これなんかさ、話題になってたかな。お花が中に入ってて自分だけの色になるみたいな。うーわ、可愛くない？これ塗ってみますね。あ、いい匂いする。いちご。え、待って、可愛い。もっと早く買えばよかった。次がボディコロン、お花、マハロ、オーデコロン、ピカケ、アウリ、全く意味が分かんない。と、あとはこちら、サナエクセルスキニーリッチシャドウ SR02 番。使いやすそうだね。ここに塗ってみたけど分かんない。まあメイクするときに使うんで。あとこれ見て、私最初怪しい用具だと思って、なんで化粧品コーナーにあるんだろうって思ったら、これ下地なんですって。トニモリ EP シルキーサンプライマー、これも化粧するときに使います。あとは生活用品ですね。靴下3色とコンディショナー切れたから、最近はラックスを使ってます。あとはこれ、最近めっちゃハマってるやつ。これ美味しいの。作るのがめっちゃ簡単。水入れてレンジでチンだけ。ただめっちゃしつこい味。食べてみて。あともう一つあったわ。キャンメイクメルティースムースオイルグロス01番。あ、プルプルになった。最後のキス顔マジ誰得、気持ち悪かった。ありがとうございました。昨日の動画で私エンディング入れ忘れちゃってたみたいで、めっちゃ気持ち悪い終わり方でした。気持ち悪いって言い過ぎだな。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。9月15日オフ会です。またねー。